青コーナーよりアイアムプロレスラー真田信久入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。赤コーナーより時は来た、天下は俺が取る、橋本真也入場。橋本、シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー185cm 98kg、 頑張れ真田信久。頑張れ橋本。赤コーナー183cm 135kg、 橋本新ギャー。レフリータイガー服部。橋本、のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。小手を打っていきます。あっと、逆に腕を取った。土手っ腹に蹴りを見舞います。掴みます。ストバックに突き刺さります。掴んだ。逆に返します。掴んだ。キックで返します。足に照準を絞るのでありましょうか。キックを打ってまいります。テイクダウンを奪います。キック攻撃を見舞います。ブロックします。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあレスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、例
確かにそうなりますよね。ハイキック側頭部、アキレス腱固めに移行します。ロープに逃れました。ローキック掴みます。させません。逆らう者は全て根絶やしにすると語ります。この橋本真也自身の目標であります天下布武、そして0番のさらなる発展を目指し、今宵も得意の爆殺シューティングで対戦相手を蹴り壊すのか。掴んだ、キックで返します。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。組みに行きます。あっと投げてまいります。足を取ってアキレス腱であります。蹴りをぶち込みます。掴みます。膝を使ってまいります。ロックアップ、フロントから投げてまいります。アームロックで締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。掴みます。キックの速射砲が埋まる。チキンウィングフェイスロックの体勢、ロープブレイク。ソバット行くのか、逆に倒します。起こします。掴んだ、させません。腕を取ります。あっとエルボー、掴みます。喉元を狙います。抱えます。パンチで返します。フライングリールキック、引き起こす。DDT 前頭葉から突き刺さった。起こした、いけるか。ハンマースルーをさせない。タックを、ああ完全に決められませんね。はい、ストマックを狙っていく。外した、抱えた、させません。掴んだ、あっ逆にパンチ。腕をフックした、ジャンピングしてろ DDT。 立たせていく、あっと逆に脇固めで切り返す。ここでロープブレイク、組み合った、そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈、抱き起こす。爆殺シューティングか。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。ガチッと組み合った、あと逆に投げていった。カウントは入る。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ジャンピング DDT、 カバーした。岩壁の母の胸に抱かれました。そのまま体固め、ロープに逃れました。ガチッと組み合った、10分経過、ロープに飛ばした。10ミニッツパー、ジャンピング DDT、 首から突き刺さった。おっと腹固めの体勢だ。あっと顔面か。起こした、そのまま叩きつけていった。三角締めに捉えた、ロープブレイク、爆殺キック、立たせていく。一気に料理するのか、ジャンピング DDT、 体を預ける。